こんにちは。引き続きこんにちは。平田フットボールクラブでございます。さあ、今回は、J2 の36節、3連戦の2つ目ですね、2試合目、36節9月の14日に行われるゲーム、こんなゲームありますよというところをですね、紹介していきたいなというところでプレビューを行っていきたいと思います。早速いきましょう。よーいスタート。さあ、ということでもう36節ですから、6、7、8、9、10、11、12、42だからあと残り7試合と、いうことになっておりますが、もう本当に佳境手前みたいな感じになっておりますね。ちょっとゲーム数にはばらつきがあるというものの、基本的には残り7試合ということになっておりますが、上から見ていきたいと思います。まず1つ目、こちらが18時キックオフ、1つだけですけども、岩手グルージャ盛岡と、ジェフユナイテッド千葉とのゲームということになります。岩手グルージャ盛岡は前節、5連敗から止めて5連敗で止めて6戦ぶりの勝利ということになりましたが、このホーム連戦で前節の勝利をうまく生かしたいところ、千葉の方も本当に前節勝利してというところで今10位ですから、ここでなんとかついていければ最高プレーオフ圏内面白いところに行くかなというジェフユナイテッド千葉ということになりますが、まあ多分千葉の攻撃の時間が増えると思うんですけども、その中から岩手グルージャ盛岡がカウンターを狙うような形になるんじゃないかなと思っております。これ前回対戦皆さん覚えてますか。岩手グルージャ盛岡の J2 初めてのゲーム福ありでしたけどね、第一節 J2 の第一節2月のゲームでした。0対1で岩手グルージャ盛岡が勝利しました。中村大輔選手が右サイドからこうクロス送ってファーサイドで宮市選手みたいなところありましたが、さあ今度はこの一節からもう36節になってますけども、このゲーム一体どうなるでしょうか。さあこのゲーム注目ですね。8位のモンテディオ山形と、まあ、2位になりましたけども横浜 FC とのゲームということで、これどっちにとっても大事なゲームかなという感じがいたします。まあ本当に山形の方はまあ前節敗れておりますが、やっぱりこの縦に速い攻撃がスタートするともうちょっと止められないなというようなところもありますし、その山形らしさはあります。とただ横浜 FC もこう今5戦負けなし、まあ3連勝あって2つ引き分けですけども、自分たちでボールを持って自分たちでボールを握りながらゲームを作っていくという術がありますというところでは、まあ横浜 FC が少し持つような展開ながら、山形の攻撃がスタートしたら山形が直線的に相手ゴールに向かっていくような、そんなだから結構動きのあるような、ゲームになっていくんじゃないかなという感じがいたしますし、この山形にとってはプレーオフ圏内に入っていくためにも、本当に大事なゲームになっていくかなという感じがいたします。横浜 FC の方はちょっとこう持ちながらというところもありますが、前節サウロ・ミネイロ選手が入ってちょっと縦に速い攻撃、相手のディフェンスラインの裏に入れるようなボールでガッといくような、そんな攻撃もちょっと面白いかなというところも見えましたので、ちょっとどちらも動きのあるゲームになっていくかなと、そんな感じがいたしております。これも面白いと思いますけどね。12位水戸と7位長崎のゲームということになります。あの前節水戸敗れたんですけど、攻撃かなり多彩でしたよと、いい攻撃見せてましたよという中で、これホームに帰って対長崎というところで、長崎は水戸からしたら水戸の方、長崎の方が上ですから、その長崎に向かって秋葉監督を含めチームがどういうアグレッシブな戦いを挑んでいくのかなというところが注目ですし、長崎は前節ロアッソ熊本に敗れてますというところで、まあ、クレイソン選手がちょっと抑えられてしまったな、みたいなところで、前節は少しメンバーを変えているところもありましたが、このゲームでは長崎どういうメンバーで、挑んでくるのかなというところになりますが、水戸がプレッシャーをかけていったところで長崎がそれをうまく回避しながら自分たちのリズムに持っていくのか、流れによってはちょっと点の取り合いになるような、そんなゲームになるかなと思っております。水戸と長崎、これもちょっと注目になってくると思います。さあそして15位栃木ですが、5位仙台とのゲームと、いうことになります。まあ、栃木はもう本当にここ最近粘りの守備だけではなくて攻撃でもいい形を見せてますというところなんですが、さあその仙台は現在5連敗、そして、伊藤明監督になってというところなんですけど、まあ、連戦でもありますし、かつアウェー連戦というところでは、この伊藤監督がこう落とし込むような、時間というのはなかなか難しいというところはあると思いますが、その中でもなんとかここはしっかりと勝ち点を稼ぎたい、ゲームになってくるかなというところでは、仙台ちょっとこのシーズン終盤に来て難しいゲームが続いておりますが、なんとかこのまずは連敗を止めたいというゲームになってくると思いますが、栃木も悪
くないというところでは仙台ちょっと難しいゲームになるかなと思いますが、このゲームもなかなか面白いゲームになってくるんじゃないかなと、まあ、通算対戦成績ではまだ栃木は、仙台には勝ったことがないと、仙台がずっと勝ってるということなんですけども、このゲームはどうなるでしょうか。さあこれがもうまあシビアなゲームがございますというところで、21位のザスパ草津群馬と22位 FC 琉球、このも残留圏に入っていきたいチーム同士の本当にシビアな戦いと、いうことになります。群馬の、まあ、これね、群馬はいつもよりもちょっと攻撃の時間が増えるかなと、まあ、琉球もしっかりと守れる守備がありますから、逆に群馬は攻撃の時間もちょっと増えるかなという感じがいたしますが、琉球の方もしっかりと守りながら自分たちの、チャンスを伺いたい。だからこれ本当にじりじりするような、多分どちらもまずは失点を抑えたい、失点したくないというゲームになると思いますので、一点勝負、じりじりしたゲームになってくると思いますが、そこでいかにチャンスを見出していくのかという、これ本当にそのなんかこうエンターテインメント性とか技術云々もありますが、なんとか勝ち点1を、勝ち点3を取るための隙を狙う、相手の隙を、一瞬の隙も逃さないような、本当に見る側もちょっとぐらい疲れてしまうような、そんなゲームになってくると思いますが、本当にこのシーズン終盤のシビアな戦い、勝ち点3を絶対に取りたい、どちらともどちらの両チームのゲーム、ちょっと皆さんぜひ、ちょっと心して見ていただきたいな。勝ち点の差は、群馬が今勝ち点32、琉球が29ですから、勝ち点の差は3ですけども、非常にシビアな戦い、ちょっと心してみたいなと思っております。さあそして19位大宮ですが、6位大分とのゲームということになります。これも結構面白いと思いますが、大宮非常にコンパクトです。中すごくコンパクトで、なかなかこうそこのゴール前崩すのは難しいような、いい形の守備を見せてます。ただ大分は右も左も今崩しが非常にいいと、だからこのどっちが、だから大分がそこのサイドから崩しきれるのか、少々大宮はサイドを崩されても中で跳ね返していけるのか、大分が少しその大宮の守備に手こずりますと、大宮もそうだから、前節もあの3点取ってますけど、大宮柴山選手とかも非常に良かったですからね。だからここで手こずると大宮にもチャンスが出てくるかなという感じがしますし、前節もそうですけど、大宮とこの立ち上がりから非常にいい形を見せることもありますので、これ本当にゲームスタートから非常にスリリングな展開になっていくんじゃないかなと思っております。大宮対大分、これも面白そうな感じがいたします。そして13位東京ヴェルディは16位秋田、これも順位近い同士の対戦ですよ。ヴェルディは勝ち点42、秋田は40、だから今節なかなかこの順位の近い者同士の戦いが多いということになります。ヴェルディの方は現在5戦勝利がない、チャンスはあります、ヴェルディチャンスはありますが決めきれるかというところ、ただ決めきろうとするところで秋田には強い守備があるというところで、このヴェルディが崩しきれるか、崩しきれないと秋田のカウンターが発動するということになりますが、13位と16位の対戦というところも楽しみにしたいと思います。そして今度こちらは18位と17位の対戦、18位山口と17位金沢、これも順位が近い、山口は39勝ち点が、金沢は勝ち点40というところで、もう勝てばまた山口からひっくり返るというようなことになりますが、多分山口がゲームのペースを握るんじゃないかなと、私は思っておりますが、またそういうちょっと特徴的なところを金沢を抑えていくというところに長けている部分もありますというところで、金沢は粘って粘ってというところになってくると思います。ただ山口の方は、鳴岡選手がボールをさばけば全体がつながっていくというところでは、金沢がそこをちょっと抑えていくんじゃないかなというところがありますし、中を抑えれば山口も外もありますしというところで、この金沢の守備次第でまたゲームも変わってくるかなと
という感じがいたしておりますが、これまた順位近い者同士の対戦も楽しみにしたいと思います。さあそして11位徳島は3位岡山を迎えてのゲームということで、まあ、今節大事なゲーム何個か、まあ、まあ全て大事ですけど、でこの徳島岡山も非常に大事なゲームかなという感じがいたします。13戦負けなしの徳島、そして3位岡山は4連勝。これ面白いですね。多分徳島がちょっとボールを持つ時間は長めになるのかなという感じがしますが、岡山もボールは持たれてもそれは苦にしないチームでもあります。だからこそ岡山がどのあたりでその徳島のボールを奪うのか、アディショナルタイムありがとうございます。奪いどころがかなり大事になってくるんじゃないかな。逆に徳島にとっては奪われどころ、ここで奪われるとちょっときついなみたいなところでは奪われたくないですね。岡山は逆にいいところで奪っていきたいというところ、徳島もちょっとゲームによって並びを変えたりとかシステムを変えたりしますので、この岡山相手にちょっとどういう作戦をポヤトス監督が練ってくるのかみたいなところも楽しみですし、例えばちょっと並びが変わったとしても逆に岡山対応して、で木山監督も対応して形をちょっとこう並びを変えたり立ち位置変えたりするところ、そのあたりのちょっと監督同士の駆け引きも結構面白いんじゃないかなと思います。セットプレーも鍵になってくるような気がします。徳島と岡山注目ということになります。さあそして4位熊本、現在3連勝ですが、3連敗の町田を迎えてのゲームということになります。本当にこれサボらない、怠けない熊本、多分このゲーム3連戦ですけど多分サボらないし、怠けないと思いますが、熊本のペースでボールを動かすと思いますけど、町田もボールを奪うと一気に行く力がありますので、ここは熊本自分たちの流れの中でしっかりと取り切れるのか、町田が逆にそこの熊本がちょっとボールを人数かけてるところの裏をスコンと狙えるのかというところになってくると思います。ちょっとこう通算対戦成績では熊本から熊本の方がちょっと分が悪いと、町田の方がちょっとこう有利みたいなところもありますが、ここ最近では熊本3連勝、町田が3連敗、この現在の調子なのかこれまでのデータみたいなところになってくるのか、これもまた町田に、特に町田にとってこのプレーオフ圏内についていくためにも連敗を止めたいというゲームになってくると思います。さあそしてラストですけども、これだけ19時30分キックオフのゲームですが、14位ヴァンフォーレ甲府と1位新潟のゲームということになります。ヴァンフォーレ甲府はまあちょっと負けなしの時期もありましたが、現在2連敗ということになっております。まあ、前節見てても結構サイドでうまく起点も作れてるかなというところもありましたが、いかにそこで中で崩しきれるのか、そういう意味では前節途中出場にはなりましたが、やっぱり長谷川選手が入るとかなり攻撃に変化出てくるかなという感じがいたしますが、ただ新潟やっぱり今勢いまた出てきたかな。負けて前節は勝利というところで、まあ3連勝あって前節敗れて今度この連勝勝ったというところになりますが、やっぱり攻守において非常にやっぱりこう充実してるかなという部分で、甲府はちょっと守備の時間が長めになる可能性もありますが、この新潟のパスワーク、そこを甲府がいかに耐えしのげるかみたいなところ、逆に新潟はここでまた多分これね3連戦でですけど、アウェーですけど、新潟のサポーターの方がまた多く甲府に足を運ぶと思います。そのサポーターの力も利用しながら、新潟がそのパスワークもありつつ押し切れるのか、勢いで押し切れるのかで、新潟の方はこの交代からもちょっとまたパワーアップギアチェンジできるみたいなところもありますからね。ここは甲府はホームで粘って耐えれるか、新潟はアウェーでも押し切るかみたいなところ、このゲーム19時30分ですけども、こちらも注目していきたいなと思っております。というところで、J2 3連戦ですけども、3連戦の真ん中ですね、36節のゲーム、これもう終わったら本当にこの3連戦終わったらもう残り5試合みたいなことになりますから、この36節では残り7試合というところですけども、こちらの36節もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。以上でございます。失礼いたします。
皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。